では、ここからはですね、全製造業の皆様必見、業界特化型統合機関業務システム、利用のすすめということでお話をさせていただきます。本日、なぜこのようなお話をさせていただくかと申しますと、近年ですね、原材料の高騰や、人材不足などですね、様々な要因でシステムの導入をご検討いただくことが多くなってきております。またですね、国は補助金を出すことでシステム化を後押ししているというところでございます。そんな中ですね、皆様がシステム導入を検討しなければならないというですね、状況になった際に、どのようなですね、ものがあり、どのようなものが良いのか、選定する際にですね、必要な情報をご提供できればということでお話しさせていただきます。少しの間お付き合いいただければと思います。はじめに弊社と私のですね、ご紹介をさせていただきまして、次に、なぜ業界特化型統合機関業務システムを進めるのか、そして最後に少しだけ弊社の商品のですね、ご紹介ということで進めさせていただきます。まず弊社の紹介になりますが、宇部情報システムと申しまして、山口県の宇部に本社を置くシステム会社でございます。元は化学メーカーの旧宇部興産ですね。現在の UBE ですね。の情報システム部が分社化した会社でございます。現在は UBE に加え、大阪ガスの情報システム子会社でございます、オージス総研のですね、資本が入っております。製造業向けのシステム開発をですね、得意としておりまして、統合機関業務システムの UP1 や、品質管理システムの QC1、生産スケジューラーのフレキシェなどのですね、ご提案をしております。事業所は、宇部以外に、東京と大阪、福岡にございまして、全国的に活動を行っております。続いては、私のご紹介ですが、新保博と申しまして、ソリューション営業部に、所属しております。製造業向けのシステムをメインにですね、営業活動をしておりまして、汎用的な生産管理システムや生産スケジューラー、実績収集システムや品質管理のシステムなどですね、取り扱っておりました。近年はですね、フィルム製造加工業向けの統合機関業務システムである UP1 を担当しております。汎用的な生産管理システムと業界特化型のシステム、両方ですね、取り扱った経験をもとにですね、なぜ業界特化型統合機関業務システムをですね、お勧めするのかお話をしていきたいと思います。それでは参りましょう。業界特化型統合機関業務システムということで、漢字で書いても長くてですね、嫌になりそうですけれども、これは業界特化型で、統合機関業務のシステムと、2つのタイプが合わさっているシステムのことを言います。それでは、ですね、それぞれ、分解して、この特徴をですね、言っていきたいと思います。まず、業界特化型ですが、これは文字通り、特定のですね、業界専用に、構築されたものを指します。例えば、建設業界とか、薬品製造業界とか、あとプラスチック加工とかですね。また、業界特化型の他に、汎用型というものと、スクラッチ型というものがございます。汎用型は、業界に絞らずですね、どんな業界でも、共通して、利用できるように作られたものを指します。スクラッチ型は、企業ごとにですね、要件を聞いて、一から作るというフルオーダーシステム、こちらを指します。当然、それぞれですね、メリット、デメリットございますので、それをですね、導入期間、業務適用度、導入費用という3つの軸で、比較評価してみました。まず、導入期間はですね、業界特化型は二重丸、汎用型が三角、
スクラッチ型がバースト。評価をいたしました。業界特化型は、まあ、すでにですね、業界に合わせたパッケージをベースにお客様からのご要望を追加するということになりますので、期間は他のものと比べてですね、短期間で導入が可能になります。また、汎用型は、まあ、ベースはあるもののですね、まあ、お客様からのご要望を追加する以外に、その業界特有の機能も、追加するということが必要になりますので、業界特化型よりも導入期間が若干こう長めになるかなというところでございます。で、スクラッチ型に関しましては、まあ、一から要件をまとめて構築するので一番期間がかかります。で、次に業務適用度ですが、スクラッチ型が最もよく、次に業界特化型、最後に汎用型という評価をしております。スクラッチ型は自社の要求通りにですね、まあ、フルオーダーで構築いたしますので、適用度は最も高くなります。業界特化型は業界に合わせたパッケージになりますので、業務適用度は高いんですけれども、フルオーダーのスクラッチ型より若干劣るということで、丸にしているというところでございます。汎用型はですね、どうしても汎用性を持たせる分、ね、こう、パッケージの根幹を変えられないということとかもあるので、参加としております。最後に導入費用ですが、業界特化型は、業界向けのパッケージをベースに、お客様からいただいたご要望をですね、カスタマイズするので、カスタマイズボリュームが比較的こう少なく進むケースが多いので20丸としています。汎用型は業務のパッケージにですね、業務をですね、合わせることができれば、費用は抑えられますけれども、ですね、抑えられますので、丸としている。で、そして、スクラッチ型は1から構築いたしますので、費用が最もかかるという形にしております。ということで、3つの軸から評価した総評でございますが、業界特化型が一番いいのではということです。改めてご説明いたしますと、業界特化型のメリットとして、導入期間が短いということです。業務に必要な基本機能は、すでに揃っておりますので、すでに持ってますので、フィット&ギャップ分析ですね、をもとに、必要な要件のみカスタマイズ、すればよいので、導入期間が短期で、導入ができます。次に業務適用度ですが、業界特化型は、今までのですね、導入いただいたお客様から、ヒアリングした内容をもとに、システム化しておりますので、業界業務の標準となるように構築しております。一からですね、構築するスクラッチ型と比べますと、各社の今の業務に対する適用度は低いですけれども、この今の業務というところがポイントになります。今のですね、業務フローが効率的かどうかわからないというお客様が多くいらっしゃいます。それはそうでですね、他社の業務フローやシステムっていうのを、見たことがある方は少ないからですね。ですので、業界特化型システムに業務を合わせていくことで、今までの業務フローを見直しができるというところもメリットの一つとなります。で、システム導入やで、またですね、業界特化型システムを提供しているですね、システムベンダーはですね、専門用語や業務の流れっていうのをですね、精通しておりますので、皆様の要望をですね、正確に受け取りまして、システムにこう反映していくということができる。ですので、業務によりフィットしたシステムをご提供できます。さらにですね、経験から、このシステムの運用や、そういったこともですね、相談できますので、
そのようなベンダーを選ぶと、まあ、安心していただけるのかなと思っております。で、こちらのですね、スライドは、弊社でですね、アンケート調査したものになりますけれども、システム導入やですね、システムのサポートについてでございます。業務を理解した担当者が相談に対応してくれることが一番の評価につながっているというところもございましたので、非常に重要なポイントかなと思っております。最後に導入費用が結果的に安いというところでございますが、スクラッチはですね、一から構築するので、高額になりますし、汎用型は、業務に合わせようとすると、カスタマイズボリュームが増えて高額になる可能性が高いと。それに比べまして、業界特化型は、不足する機能のみをカスタマイズすることで、利用できますので、安価で抑えることができる、ということになります。ここまでは業界特化型のメリットをお話ししてまいりました。続いて、統合機関業務システムとはというお話に移りますが、統合機関業務システムとは、生産管理や販売管理、購買管理など、一連の業務にですね、必要な機能が搭載されたシステムのことを指します。統合機関業務システムのメリットとしましては、全拠点で共通のシステムを利用しますので、データがワンシステムに集約されます。ですので、その点データをですね、簡単にですね、確認することができますので、状況をすぐ把握できるというようなところがメリットになります。またですね、システム間の連携というのが不要になりますので、その連携に必要な費用もかかりませんし、バッチ処理などのですね、場合にあるタイムラグですね、というのがありませんので、リアルタイムでデータを確認できることは非常に大きなメリットかなと思っております。そんな統合機関業務システムでございますが、カバーしているですね、業務が多いので、価格もですね、販売管理システムや生産管理システム、単体でですね、導入いただくよりも高額になりやすいという傾向にあります。昔はですね、大企業を導入するシステムというイメージありましたけれども、近年ではそのあたりは変化してきているんです。弊社調べのアンケートでは、売上規模ですね、20億円未満の企業様でも3割以上のお客様で利用されております。以前はですね、外国製しかなくて、高価なシステムをですね、入れざるを得ないという状況でございましたが、現在はですね、日本製でですね、値頃な機関と、統合機関業務システムというのも多数ございますし、またクラウドをですね、で利用できるシステムも増えてきておりますので、安価で利用できるようになっております。ということで、ここまでですね、業界特化型で、統合機関業務システムがおすすめというお話をしてまいりましたが、弊社で開発している UP1 がですね、まさに、この業界特化型の機関、統合機関業務システムでございますので、少しご紹介をさせていただければと思います。1988年にリリースし、35周年となるこの UP1、コンバーティング業やフィルム製造加工業様向けのですね、システムでございます。導入企業数は120社超えてきておりまして、北海道から沖縄まで全国各地でご利用いただいております。自社にサーバーを置いてご利用することもできますし、自社にサーバーを置かずにインターネット経由でご利用いただくことも可能なシステムとなっております。業務範囲は販売から購買、生産在庫、原価。また、この業界特有のですね、印刷に利用する版ですね、の版の管理も可能となっております。UP1 は、フィルムの製造加工の工程ですね、インフレ、印刷、ラミネート、スリット、
生態の工程のマスターや機能を持っております。インフレであれば、厚みとか幅とかですね、単重とか、そういったものをですね、入力する項目ございますし、印刷であれば、シリンダーの円周とか幅とか、出し方向とかですね、そういった情報。ラミネートであれば、ドライなのか、ノンソルなのか、あとはエイジング方法ですね。スリットであれば、調度率とか、波弱、次の方法とか回数ですね。で、生体であれば、散歩とか合唱とか、いろいろあるかと思いますし、あと、ノッチのですね、ノッチなど、そういったですね、この業界特有のですね、項目をですね、入力する項目が標準で思っているというところでございます。また、この業界特有のですね、複数ある原子の仕入れ単位ですね、メーターとか、本とか、缶とか、キロとかですね、CC、円、平米とか、そういったものも標準でご用意しております。さらに、印刷やラミネート、スリットは、メーターで、在庫管理しますけれども、生体工程後に、袋になりますので、前で管理するということが必要になりますが、この管理も標準でご用意しております。その他ですね、必要な情報を持たせるマスターや機能が複数ございます。特殊な仕入れのところですね、台幅とか代用品とかですね、そういったものもですね、標準で対応できますし、あとは原子幅ですね、広幅順にですね、生産計画を立てたり、生産をしていきたいというような、ですね、要望に対しても自動並べ替え機能が、そのようなですね、この業界特有のものをですね、標準で機能を持っています。で、そんな中ですね、UP1 からですね、4月に、プラスチック加工向けのシステムをリリースいたします。押し出しや、成形とか、金型管理ですね、必要になると思いますけれども、そういったものに対応しております。ぜひ、ご興味ある方、今後ですね、導入検討ですね、始める方、いらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしております。冒頭にもお話しいたしましたが、近年ですね、原材料の高騰、人材不足などですね、様々な要因でシステム導入をご検討いただくことが多くなってきております。今回はお話しできませんでしたが、システム検討のする際にですね、ポイントとか、あとは導入中の注意点など、そういったこともお伝えできると思いますので、何かですね、お困りの点がございましたら、気軽にお声掛けいただけますと幸いです。ということで、全製造業の皆様必見、業界特化型統合機関業務システム利用の進め、終了いたします。ご清聴ありがとうございました。